ご観戦中は打球やバットなどがスタンド内に入ることがございます。打球やバットの行方には十分ご注意の上ご観戦ください。僕たちの新しき道は果てしなくて夢に向かい未来に向かい走れ走れ前へ前へ。そこに仲間がいる。当社にオープンバス様より東京の家1軒が提供されます。本日の試合に行われます。商品をお知らせいたします。第一課金賞といたしまして、株式会社ヤクルト本社より、進化進化進化、さあ5秒ちょっと止まりました。今夜は早くから神宮球場に来ていただいたサロンスターの皆さん、どうもこんばんは。サロンスタジアム DJ パブリックです。 Welcome to 神宮スタジアム。今日の試合も楽しみましょう。そして私の隣は東京ヤクルトスワローズマスコットつばみちゃん。はい、今日もビューティーオーラたっぷり出して盛り上げていきましょうね。よろしくお願いします。さて9月17日から始まったスワローズの10連戦ですけどもね、ここまでスワローズは本当にいい試合展開を繰り広げております。チーム、ファンの皆さんの気持ちはただ一つ、その10連戦のねラストゲーム勝って気持ちよく締めましょう。スワローズファンの皆さんのね力強い手拍子で、選手たちの背中を押してください。そしてみんなで勝利に向かって突き進みましょう。今日も応援よろしくお願いします。内外野のサポーター皆さん一つになってね盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。今日も中日ドラゴンズを迎えてのゲームとなります。ドラゴンズファンの皆さんも早くからようこそ神宮球場へ。皆さんこんばんは。早くからご来場ありがとうございます。共に気持ちいい手拍子応援で試合を盛り上げていきましょうね。よろしくお願いします。両チームファンの皆さんにお願いです。飲食時以外は必ずマスクの着用をお願いいたします。そして声を出しての応援をお控えください。いろいろとありますけども、皆さんの安全を守るための、お願いです。皆さんどうぞご協力お願いいたします。さてスーパークラアクションでもご紹介していきますが、本日の試合は奥越工業プレゼンツつばめしデイでお送りしていきます。楽しく観戦していただけるように東京ヤクルトスワローズより皆さんの健康と安心のためのお願いです。球場内ではマスクの着用をお願いします。球場内に消毒液を設置しています。こまめに手の消毒をお願いします。咳やくしゃみをする際はマスクやハンカチなどで口や鼻に届きます。傘を振る際は声を出さずにソーシャルディスタンスに気をつけてください。その他、飛沫感染、接触感染防止のため、これらの行為は禁止とさせていただきます。はい、そして東京ヤクルトスワローズマスコット28年目の大ベテラン、つば九郎の登場です。そして、今日も神宮球場にやってきてくれました中日ドラゴンズマスコット、トワラお待ちしておりました。それでは今日のつば九郎の一言いきましょう。トワラもお付き合いください。お願いします。はい、今日も終わりからトワラ参戦です。はい、イベントとダブルヘッダーお疲れ様です。他のイベントお楽しみに。はい、試合と合わせて楽しみにしててください。今日はそうなんです、スワローズ長岡選手とドラゴンズの大野投手が誕生日です。おめでとうございます。さすがつば九郎。ところで皆さん、今日の朝見ましたか。あれだけ言ったのに。はい、覚えてますか皆さん、村上選手の最速100号に張本さんあっぱれくれませんでした。ねえ、塩見選手のサイクルもですが、起きないですか。起きないではないと思うんですけど、張本さん、つば九郎のこと嫌いになってもヤクルトスワローズのことは嫌いにならないでください。アイドルか。勝つですよ。はい、今日は
六様が解説なのでいつもよりつば九郎気合が入っています。 NHK の解説ですね。いつも以上に気合って、どんな気合を見せてくれるのか。はい、五回裏のドアナの対決、負けられないなということで、ここで気合を発揮してくれるんでしょうか。10連戦も今日で最後です。はい、打線爆発、石川投手に白星を、応援よろしくお願いします。気合の入った熱い思いでした。お待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの発表です。ただいまよりジェダセントラルリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ第21回戦の、We are the Swallows!